5000年の昔、人類は初めて鉄を知った。それは花開く文明の利器となったが、時に徹底的な破壊をもたらす狂気ともなった。そして人間が生み出した鉄の道具がしばしば逆に人の運命を左右した。戦後25年、誰も手をつけようとしなかった難工事がこれから始められようとしていた。静かな瀬戸内海の中で、ここだけが張り詰めた空気に包まれていた。水面の下およそ40メートル、そこには赤く錆びついた巨大な鉄の塊がある。かつて世界を騒がせた戦艦の残骸である。しかも艦内には今なお数百の遺骨が眠っている。この鉄が今長い眠りから揺り起こされようとしている。大正初期、世界は戦火に明け暮れていた。力の外交は国々を巨大な武器の生産へと駆り立てた。戦艦陸奥はこうした時代の申し子として生まれたのである。それは世界でそれまでに存在したことのない巨大な戦艦であった。世界はこの巨艦の完成を恐れ、軍縮会議で陸奥を廃棄するよう強く迫った。しかし日本は譲らなかった。陸奥の艦首が、横須賀の繁華街の町から、見上げるような形で、据え付けられておりましたので、その総監といったら実際、驚くばかりの姿でありました。しかも昼夜健康で、行われたような時には、その騒音といったら、これが現代なら、当然公安問題に、なることでありました。大
大正9年、世界の非難をよそに陸奥は浸水した。国民の期待を一身に集めた陸奥は、まさに力と正義のシンボルであった。陸奥は今巨大な体を二つに折って、半ばうつ伏せになって横たわっている。錆びついて脆くなった鉄、艦内に積もったヘドロ、27年の歳月が作業を難しくしていた。連合艦隊の主力艦、陸奥、伊勢、山城である。当時、海軍が見学者用に作った説明書である。陸奥の自慢は、世界が恐れた八門の40センチ砲であった。射程七里半、発射した弾は富士山を超える高さに達して、東京駅から横浜駅ほどの距離を飛ぶ。海軍は胸を叩いて陸奥を誇った。同じ大正の初め、この村で一人の男の子が生まれた。農家の三男坊として生まれた彼は、この場所にあった大きな藁屋根の家で幼い時代を過ごした。男の子は名前を清水智光と言った。彼は尋常高等小学校を卒業すると、松本市へ丁稚奉公に出た。彼が働いていた貴金属店はまだそのまま続いている。彼はここで蜜丼と呼ばれていた。もしこのまま過ごせば、蜜丼も一人の彫金工として平凡ではあったが幸せな生涯を送ったかもしれなかった。
陸奥は海藻に次ぐ海藻を重ね、名実ともに帝国海軍の主軸となっていった。昭和2年、天皇陛下のお召し官になる。昭和7年徴兵された密道は、その栄光の陸奥に乗り組むことになった。そして昭和15年、彼は同じ郷里の君さんと結婚する。日本国中が紀元2600年の祝賀に沸き立っていた年であった。主人が常々ね、陸奥の船に乗ってる以上はね、陸奥の船はその不沈艦だと、絶対沈まないからね、安心してね、もう絶対死なないんだからっていうことを口癖に言ってましたから、ですから私も本当に安心して大船に乗ったつもりでいてほしいって、陸奥の船に乗ってるっていうことを誇りと思っていてくれって、歌があったんですよね。海の男の艦隊勤務って、月月火水木金金っていうね、やっぱりその歌の通りだったんですよね。休日のない毎日のお休みのない生活だったんですね。かえってそれが楽しかったかもしれませんね、そういう生活がね。引き上げが始まって早くも二月、工事は難航していた。現場は潮流の激しい難所である。作業は月に2回もある大潮の合間を縫って進めなければならない。そして40メートルという水深である。ベテランのダイバーでも潜水病を防ぐためには1時間の仕事に2時間から3時間の調整時間を取らなければならない。その上、艦内には今なお多くの砲弾や火薬が残っている。一つ間違えばいつ爆発しないとも限らない。どれを取っても難関ばかりであった。皮肉であった。陸奥がいよいよ出番を迎えた時、世界はすでに巨艦巨砲時代に別れを告げ、航空機時代を迎えていた。
陸奥自慢の巨砲はついに火を吹くことがなかった。瀬戸内海柱島沖、帝国連合艦隊の停泊地である。昭和18年6月8日、陸奥はこの日もまた出撃の命のないまま虚しくブイにつながれていた。お昼過ぎ、午前中の激しい訓練を終え、艦内にはくつろいだ雰囲気が漂っていた。この時である。全く予想もしないことが起こった。突然そのドーンとものすごい今音がしたわけなん。それとすぐこのものすごいこの振動がとこうまあ振動したわけなんですね。それが続いてもういっぺんまたその爆発の音とこれがやったわけなんです。まあ2回続いてやったわけですな。これは何だろうとこう思って、そのちょうどこの後ろでこういう丸いこの幻想というのがありますね、あの窓ですね。だからこうちょっとこう出たわけなんです後ろ。そうしますとこのちょうど後部の環境付近でですね、このものすごいそのこのまあ黒いというか白いといいましょうか、その混じったようなそのまあ煙ですね、天王中性こう上がってるわけなんです。セット見たところがね、マストがこういうふうにずーっとこんな勢いでこうひっくり返っていくわけですよね。ほんでこれはダメかなと思ってね、ほんでそうこうしてるうちにね、右舷の方のねまあ露天看板がね海水ついたわけですよね。ほんでこれはダメだっていうので、それで昨日に昨日までバイーンと取り込んだわけですよ。陸奥原因不明の爆沈、帝国海軍にとって青天の霹靂であった。当時陸奥に乗り組んでいた者は1474人、そのほとんどが艦と運命を共にした。清水兵曹長もその一人であった。軍部はこの事件をひた隠しに隠した。遺族は作戦行動中行方不明という一通の紙を受け取っただけであった。まして一般国民は陸奥が健在であると信じて疑わなかった。そしてわずかに生き残った乗組員353名もそのほとんどは最前線に送られた。どうか生きて帰ってくれるな、軍人として立派な死に場所を与える、それが生存者に与えられた言葉であった。
の国から。こんにちは、こんにちは、東の国から。こんにちは、こんにちは。27年の歳月は、日本を全く変えてしまった。鉄は国中にあふれ、日本の経済は水中に横たわる鉄など全く必要としていなかった。すべてが変わってしまった中で、清水紀美さんの日課だけは変わることがなかった。日曜日には必ず写真を埋めただけの墓を訪れ、一日を過ごす。まだどっか違うところにいてね、それでああいう人ですから、今まで恥ずかしくて出てこらなくていてね、30年経ってしょこっと家帰ってやりゃしないかって、そういうことは私まだそういうのを抱いてます。戦争でアフになった人はみんな笑って、自分がさえ犠牲になればなんとかなるんだっていう気持ちで、あの当時は皆さん行かれたんじゃないですか。そう思うとね、その人たちがたとえ骨であって出てきても、なんか生活の中に一緒に入ってもらって、それで今の生活を見てもらいたい、そういう気持ちありますね。陸奥引き揚げの願いが具体化し始めたのは昭和41年頃である。これも時代の流れであった。土屋さんがな、記録参議院議員の防衛庁の政務次官になったのに、それ僕はうかっとしとって、なんであんなこと言うのか知らんって言うたらな、土屋さんがほんでうちの議員になったでしょ、これな、で土屋さんが行くっちゅうの、これな、政界や財界の後ろ盾によって採算の取れないこの仕事にようやく引き受け手が現れたのである。その横へ長官がもし差し替えがあったら、お差し繰りがつきなかったら、時間、政務時間を一つお願いするということを書き添えてくれと言うてきたんよ、西田君から。1500トンの重量を上げることのできるマンモスクレーン。作業は次第にはかどりを見せ始めていた。サルベージ会社は採算を度外視していた。それは軍港呉で生まれ育った社長の決断であった。日本で指折りの火薬工場である。
陸奥亀甲の翌年にできたこの工場は、かつて陸奥をはじめ多くの戦艦の弾火薬を作っていた。その工場で今は陸奥を引き上げるための火薬の実験が行われようとしている。はい、こっちに切れるときにこっちに立ってるからもなんのかな、ね、立ってるからね、うん、瞬間的にでこの距離は同じですな。深い水中で厚い鉄板を切り、しかも艦内の爆薬に危険のない指向性の強い火薬、実験はその条件を満たした。多少は両端はね、だけど両端だけです、ね、やれやれですな。7月8日朝、現場では70隻を超す漁船が待ち構えていた。漁船の皆さんにお願いします。まもなく爆破作業が実施されますので、作業の邪魔にならないよう現場より離れてください。現場より爆破によって浮き上がってくる魚を捕らえようというのである。陸奥は格好の魚の住処となっていた。作業の邪魔になるからもう少し離れてください。清水さんは手作りのくす玉を携えて夫のもとへと向かっていた。いかがですか？大丈夫です。沈没現場に近い山口県大島で慰霊祭が行われたのである。慰霊の死を献上いたします。懐かしき陸奥の姿よ、我が友よ、近く地上に歩みまつらん。懐かしき陸奥の姿よ、我が友よ、近く
地上に愛みまつらん官を守り官に耐えたり27年永霊の遺体を眼前に排す昭和戦士同胞の恵み何度払って今日に帰り祖先に満面涙を払って今日に帰りて祖先に満面引き上げは甘美の部分から始まった。陸奥の甘美部分の重さはおよそ900トンと推定されていた。1500トンクレーンをもってすればたやすく上がる重さである。しかし陸奥の正確な設計図は軍の機密とされていたため今は一枚も残されていない。重量はあくまでも残された資料と調査に基づく推測に過ぎなかった。巨大な鎖が16本の鋼鉄製のワイヤーに結びつけられて吊り上げられる。鎖、ワイヤーともに日本で最大かつ最強のものである。午前7時、巻き上げ開始。8時、荷重1000トンを超える。意外に重い。予想もしない出来事であった。腕ほどもある鋼鉄のワイヤーがまるで糸のように切れていた。
ペンネントで持っていけば、あれでいっぱいいっぱいで、あるんじゃないか、ね、その夜、引き上げ事務所は遅くまで緊張した空気に包まれていた。技術人は次の作業の成否に企業の面目をかけていた。それこそ良かったね、本当にね。天気で良かったわね。本当に良かった。本当に来た帰りましたよ。でかいね。40メーターぐらいあるのか、もっとあるのか、45メーターぐらいあるのかな。安心して帰れるわけですね。車ではもうどんなかしらと思うからね。どうしたら上がるのかしらと思ったけど、やっぱり21年間この日高いやったと思います。引き上げは完備から第4砲塔に切り替えられた。作業は慎重を極めた。午前7時に始められた作業はすでに正午を過ぎていた。
陸奥爆沈の原因についてはさまざまな説が語られている。弾薬の自然発火とする説、一兵士の放火とする見方だが、いずれにせよ失われたものは戻っては来ない。砲塔の中に鉄錆に染まった遺骨があった。これが人間が鉄から受けた報いであった。かつての巨漢陸奥の砲塔はただのてっぺんに戻ってゆく。現代の主役マンモスタンカー、陸奥が占める座はもはやどこにもなかった。時代は次々と主役を変えていく。砲塔を引き上げからすでに三月、くす玉もいつしか海風に飛ばされていた。あんなにはっきり見ていながらまたこう日にちが経つとまた元に戻ってね、間違ってどっかからひょっこり出てくるかもしれないっていう、まだそういう望みをかけてますね。それでなければ私耐えられないと思うんですよ。もう何にもなくなっちゃうんですもん。なら生きてたってつまらないですもんね。彼女の人生はどこまでも陸奥から離れることはないだろう。人の生涯はただ一度限りである。だが鉄には新しい生涯が待っていた。陸奥のくず鉄は再生されることになったのである。
は蘇ろうとする。この灼熱した物質から何が生まれ出ようとするのか、人は再び何を作ろうとするのか。ともあれ、ひとたび形を与えた時、鉄は人間の英知と愚かしさを映し出して己の道を歩み始めるに違いない。今この瞬間、鉄の次の一生は人間の手に委ねられている。